サンフランシスコの空港に今到着しました。これからウーバーに乗ってホテルに向かいたいと思います。この島がアルカトラズ島です。入学不可能な刑務所がある島として有名です。今では刑務所としては使われてはいません。はい、こんにちは、ひびこです。今回はサンフランシスコの観光ガイドをお届けします。正面に見えるのがアルカトラズ島です。そしてね、こちら右側にアシカがいっぱいいるんですよね。見えるかな。ここはフィッシャーマンズワーフです。フィッシャーマンズワーフというのはサンフランシスコの中でも最も人が集まる観光地なんですよね。海の近くなのでカニとかエビ、そういったシーフードのお店がたくさんあります。そしてクラムチャウダーが有名なんですよね。パンをくり抜いて中に入っているんです。それが名物になっているので、それもぜひ食べてみたいと思っています。ここはピア39の木造の2階建てのショッピングモールです。1階がだいたいお土産屋さんが多くて、2階がレストランという感じですよね。そしてね、メリーゴーランドなんかもあったりします。こういったね、フルーツの市場みたいなのもやっていました。先ほどは野生のアシカをご覧いただいたんですけれども、ここからは映画でも有名なアルカトラズ島とかも見ることができるんですよね。クラムチャウダーの有名なお店があったので、早速入ってみたいと思います。これが有名なクラムチャウダーです。いただきます。このカニのオブジェはインスタ映えスポットですね。そしてハードロックカフェもあったりします。こちら右手にある建物ではクルーズとか観光のチケットがね、販売されているようです。こちらは先ほどクラムチャウダーを食べたお店と同じホーディンベーカリーの本店ですかね。いろいろな形のパン売っているんですよね。クラムチャウダーが入ったサワードゥブレッドというのはちょっとね、酸味のあるパンなんですよね。好き嫌いが少し分かれる味かもしれません。クラムチャウダーは美味しかったですよ。どちらかというと日本のようなサラッとした感じではなくて、シチューに近いといった方が合ってるかもしれません。こちらのお店は道路側からパンを作る様子を見れたりするんですよ。見る楽しみのあるベーカリーなんですよね。次にご紹介するのはシーフードの屋台のエリアになります。ご覧のようにシーフードの屋台が立ち並んでいるんですが、まあこの屋台で食べることもできるんですけれども、この奥に店舗があるのでお店の方で食べることも可能なんです。ムール貝とあとシーフードの盛り合わせを頼んでみました。やはりね、ちょっとヨーロッパのようにね、ムール貝は美味しくなかったですし、残念ながらね、シーフードもやはり日本の方がね、美味しかったですね。こちらのクラムチャウダーもやはりね、シチューに近い感じのクラムチャウダーでしたね。ムール貝のね、身が小さいんですよね。あとね、牡蠣の身も小さかったし、ちょっとね、カニもね、それほど美味しくはなかったです。ごめんなさい。
それではロス購入品を紹介したいと思います。サンフランシスコが寒すぎてちょっとニットを買ったんですね。これちょっと必要に迫られて買ったものです。こちらはノーザンエンジェルというブランドで28ドルが 14.99 ドルです。とにかく肌触りが良くてちょっと暖かくなれそうなものということで購入しました。これは必要に迫られて購入しました。トミーヒルフィガーのジーンズ。こちらもね、パンツがなくてちょっと寒かったのでジーンズを購入したんですね。ヒルフィガージーンズ。定価は69ドル50。こちらがロスで24ドル99になっていました。サンフランシスコのロスドレスフォーレスは、2軒多分あると思うんですよね。一つがフィッシャーマンズワーフ、一つがユニオンスクエアの方です。そしてね、フィッシャーマンズワーフの方がちょっとね小さかったんですよね。だから そんなに商品はなくて、でもユニオンスクエアの近くの方は結構な広さがあって、もう見るのがねとても時間がかかるっていうくらいありました。それで今回洋服はフィッシャーマンズワーフの方で購入したものです。サンフランシスコっていうのは結構気温が低いんですよね。でそんなに寒くないだろうと思ってね来たんですけれども、なんかこう夏物にねちょっとこう羽織物があればいいかなという感じで来たんですが、もうそれではとても足りなくてとっても寒いんです。なので急遽ロスでジーンズ、それからニットを購入した、そういうわけです。サンフランシスコは結構寒いので気をつけてください。こちらもサンフランシスコでは有名なお店ですね。とっても派手でね、明るくてね楽しそうなお店でした。ちょっとねこちらには入っていません。サンフランシスコのお土産ナンバーワンといえばチョコレートなんですね。最も有名なのはギラデリチョコレートなんですが、ギラデリの他にもたくさんチョコレートが売られています。このようにねショップがありますので、お土産を選ぶというのもいいんじゃないでしょうか。ギラデリチョコレートに関してはコンビニのようなところが安いと思います。夜遅くなってしまったのでご飯を食べるところがなくなってしまいました。ここでここが空いていたので行きます。食事がね、すっかり夜遅くなってしまったので、お店がね、ほとんど閉まってしまったんです。かろうじて一軒だけここ空いていたんですよね。なので、ご飯を食べることができました。でもね、意外とね、美味しかったんですよね。こちらのステーキもね、美味しかったですし。そしてね、カリフォルニアワインっていうのがサンフランシスコではやはり有名なんですよね。なので、ワインもいただきました。たまたまね、開いていて入った店がね、美味しかったので本当ラッキーでした。フィッシャーマンズワーフは町自体がさほど大きくないので、お店の数も少ないんですよね。なので、食事は早めに行った方がいいなと思いました。
かがでしたか？ぜひこの美しいサンフランシスコ遊びに来てください。それじゃあまた。ご視聴ありがとうございました。